マルーン。マルーンは西インド諸島、中央アメリカ、南アメリカ、北アメリカの逃亡奴隷である。マルーンの居住地は、南はアマゾンガー流域から、北はアメリカ合衆国のフロリダ州とノースカロライ州まで西半球の広範囲にわたる。一般的にマルーンはアフリカからアメリカ大陸に連れて来られた最初の奴隷が逃亡し、山中で武装し、 自給自足の生活を送った集団を指す。各地によって異なる事情があるため、全く違った文化が見られるが、共通しているのは、アフリカ文化の伝統をコミュニティにおいて継承した点と、それぞれの地域で白人の支配者と戦い、奴隷解放運動に寄与したという点である。マルーンは、ブラジル、スリナム、フランス領ギアナ、プエルトリコ、キューバ、ジャマイカ、ハイチの歴史において、 重要な役割を演じた。例えば、ハイチのフランソはマッカンダル、ジャマイカのグラニーナニー、ブラジルに成立したノズンビなどマルーンのシルベ社たちは反乱を起こし、それぞれの国で歴史的な英雄となっている。19世紀から森林の開発が進むと、ガイアナやスリナムといった国においてもマルーンの共同体はしばしば消滅し、街に降りてとしかした生活をするマルーンも、 増加傾向にある。しかし、現代においても、ジャマイカなどの一部のマルーンは、山中のコミュニティで生活しているという。マルーンという名前は、野生であることを意味するスペイン語の単語、シマロネスの英語とフランス語の天下である。マルーンという単語は、ジャマイカの逃亡した黒人を指して広く使用されたが、カリブ海全域で使用されている。フランス語では、 どのような逃亡奴隷にも、マロンという単語を使用した。ガイアナにおいては、逃亡奴隷は、ブッシュニグロ、または、リフュージーブラックとして知られていた。スペイン語圏では、マルーンの村のことを、パレンケス、または、キロンボスと呼び、自由国人を、パレンケロスと呼んだ。西半球の国々に散らばっているマルーンの文化は、それぞれの歴史、地理、アフリカの国籍、そして、 文化の違いによってバラエティに溢れている。多くのアフリカの伝統がマルーンの共同体によって保存された。いくつかの共同体では薬草を傷病者に施すとき特別なドラムとダンスと合わせて薬草を使用する。多くの他のアフリカの治療と魔術的な儀礼が何百年もの間存続した。ブラジルの逃亡奴隷の集落はと呼ばれる。 1570年以降、ブラジル北東部のバイア、ペルナンブーコ、アラゴアスに拡大し、18世紀には南東部のサンパウロ州からミナスジェラス州まで広まった。密林地帯や山間の壁地に、野来と兵で固めた50軒から数千軒の集落を形成した。農耕や狩猟を、漁老に従事する他に、白人の居住地やプランテーションを襲い、あるいは交易を行った。 最もよく知られたキロンボの一つは、17世紀初めに、ブラジル北東部の逃亡奴隷によって作られた、逃亡奴隷による、逃亡奴隷国家、である。2万人以上の自由な男と女と子供が、不死身であると信じられていたズンビによって統治されていた。パルマーレスは100年近く独立国家として栄えたが、ポルトガル政府は、キロンボを植民地体制への脅威と見ました。 1695年のでは、によって引き入られたポルトガル軍の攻撃によって、パルマーレス消滅した。ズンビは殺害され、レシーフェの街の広場に、遺体は晒し物にされた。ズンビが殺害された11月20日は、現在も、ブラジルで、黒人意識の日となっている。ギアナ地方にも、多くいる。フランス領ギアナの逃亡奴隷は、ネグマルーン、オランダ領ギアナ、ゲン。 スリナムでは、ボスネガー、イギリス領ギアナ、現、ガイアナでは、ブッシュニグロ、と呼ばれ、いずれも、森のマルーンという意味である。スリナムのマルーン役2000人は、スリナムとフランス領ギアナの間を流れる、境界線の沿いに住んでいる。白人の農園主と植民地の軍隊に対する、引き伸ばされた構想の後に、彼らはそこから逃げた。ジョン・ガブリエル・ステッドマン、 1744年から1797年の著書ナラティブオブ A5 years expedition against the テッド・ o l t e ニーグロスオブスリナムによるとスリナムで見つけられた他のマルーン部族はとであった1770年までには5000か6000人のマルーンがいたとされている1863年スリナムでの奴隷制度廃止の時にはマルーンの数は1万人これに対して 38,545人の奴隷がいた。1972年には、マルーンは35,838人。2004年には72,553人であった。これは、スリナムの総人口の15%である。フランス領ギアナには、南アメリカ最多民族、ブッシュニグロの一族がいる。ハイチでは、マルーンをハイチ語で、マオンと呼ぶ。 17世紀から18世紀の間、フランス人は多くの奴隷の抵抗に遭遇した。遠く離れた山岳地帯に逃げたアフリカ人奴隷たちは、マオンと呼ばれた。マオンは小規模の農業と狩猟を実施し、結びつきが密接な共同体を形成した。マオンは、プランテーションに潜入して、彼らの家族や友人を解放することで知られていた。また、彼らのいくつかは、 タイの族の居住地に住み、17世紀にスペイン人から逃げた。ある魔王の共同体は、地方の植民地の権威によって、条約を作らなければならないほど侮れなくなり、ある時は他の逃亡奴隷を探すのを手伝うことと引き換えに、彼らの独立を交渉した。フランスの大農園システムに対する奴隷の抵抗の努力は、より直接的だった。 マウォンの指導者であるフランソワ・マッカンダルは、1750年代に、プランテーション所有者の飲料水に毒を入れるんを、したが失敗した。もう一人のブーデュ教の構想という魔音は、1791年に、フランスの大農園所有者に宣戦線復刻をし、配置革命を引き起こした。フロリダ州のアメリカ先住民セミノールと結託した、マルーン・ブラックセミノールは、た。 アメリカでは最大で最もうまくいっている共同体であった。セミノール、ブラックセミノール、1570年のパナマ北部の近くのビジャーノ、ビアノには2000人ほどのマルーンが存在した。1655年、英国がジャマイカに侵攻した時、スペインの植民者に奴隷として扱われた多くのアフリカ人は奴隷制度から逃れて自由な生活を送るために、 島の丘陵地帯や山に逃げ込んだ。時間が経つにつれて、マルーンはジャマイカ内部の広い地域を制御するようになり、彼らは時々プランテーションを襲撃するために丘からを降りた。彼らは非常に組織化され、国のことをよく知っていた。なぜならば、逃亡奴隷は彼らに加わり、そしてすぐにもともとのマルーン、英国がスペインから島を奪った時に逃走した人々と、 逃亡奴隷の両方がマルーンとして知られるようになる。二つの主要なマルーンの集団は、苦情に率いられたトレローニータウンマルーンと、グラニーナニー、アトニクアオによって率いられたウィンドワードマルーンである。マルーンは熟練した戦士であったため、英国の軍隊は彼らを制御することができなかったし、打ち負かすこともできなかった。ジャマイカでは、マルーンは、 中米のアラワク族やミスキート族の人々と結婚をして17世紀にスペインから英国の統治に変わった時に未開発地で独立した生活を営んだ。ジャマイカのマルーンは奴隷制度と英国からのジャマイカの独立に対して戦った。皮肉にも彼らは捕らえた奴隷を返すのに利用されて、また英国に対するフランスやスペインからの攻撃に戦った。 彼らの多くは1796年にノバスコシア州とシエラレオネに強制送還されてしまった。有名なマルーンの反逆者はグラニー・ナニーである。彼女はジャマイカの国民的英雄、ナショナルヒーロー中唯一の女性で18世紀のジャマイカのマルーンの指導者であった。ジャマイカの共同体は歌と伝説で彼女を不滅にした。彼女の活躍は 第一次マルーン戦争で特に重要だった。1795年にはが起こった。今日、マルーンの共同体は今なお近づきがたい中にあり、それらの最大の町、トレローニー教区のアコンポンでは、リーワードマルーンがおよそ600人の共同体を形成していて、外国人に観光ツアーを提供している。マルーン戦争の後に英国と結ばれた平和条約の調印を記念して、 1>, 1月6日には大きなフェスティバルが開催される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。